皆さんはじめまして、村田雄平と申します。いくつかもうすでにこのチャンネルでは写真の動画を出しているんですけれども、改めて自己紹介の動画として今動画を撮っております。私はですね、今、起業して、9年目ですね。29歳で起業して今37歳になります。でやっている仕事としては、このお店、撮影している場所なんですけれども、こちらがカフェバーエリアで、隣が卓球場になっているんですけれども、卓球のプロコーチをやっています。レッスンをしながら、全国各地で、今は行けないんですけれども、講習会やイベントをしながら活動しているというのが一つで、もう一つが、YouTube をはじめ、動画を作りながらプロモーションのお手伝いをさせてもらったりとか、YouTube でも今 YouTube チャンネルを3つ、このチャンネル合わせて4つですね、やってるんですけれども、卓球の YouTube チャンネルとして技術動画だったりとか、いろんな有名選手とのコラボ動画とかを配信しております。であとはもうしっちゃかめっちゃかな、いろんな動画あるサブチャンネル、そしてこれですね。で最後にワンちゃん、愛犬が2匹いまして、そのワンちゃん動画をメインとしたチャンネル、この4つを運営しております。で動画の映像クリエイターとしての仕事が2つ目、3つ目がここにいろいろ作品が飾ってあるんですけれども、フォトグラファーとして写真ですね、まあ、風景写真も撮りますし、ポートレート、まあ、いろんなスナップ等を含めて写真を撮るという活動もしております。でこのチャンネルはせっかく、まあ、映像や写真撮ることが大好きで仕事にもなっているということで、まあ、そちらに特化したチャンネルを作りたいと思って始めたのがこのチャンネルのきっかけです。はい、なのでこれから先ですね、まあ、カメラのことだったりとか、買ったおすすめの機材だったりとか、まあ、今まで出しているようなスナップ、写真をお見せする、まあ、シンプルな動画だったりとか、まあ、いろんなクリエイティブに関する動画の投稿っていうのだけに絞ってやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。まあ、最後に写真をメインで撮っている機材の紹介をしたいと思います。今写真を撮るとき、まあ、風景だったりとかスナップを撮るときにもう愛してやまないカメラの一つがこちらのライカの Q2 というカメラになります。はい、このカメラなんで買ったのかっていうのは、ちょっとお仕事で関わらせていただいたりとか、すごく尊敬している方との動画でお話をしているので、ぜひ見てほしいんですけれども、まあ、ライカ Q2 レンズ一体型となっているカメラなんですけれども、これの描写力とかモノクロで撮った時の絵とか、あとは防塵防滴という、僕水を撮るのがすごく好きなので、その時に最適なカメラだなと思って試しにパシャパシャ撮ってみた時に、感動が、まあ、今までのカメラもすごい感動はあったんですけど、一番感動したっていう、ただそれだけの理由なんですけど、まあ、これを使って自分の足で動いていろんな作品を作っていきたいなと心から思えて、ますますこう写真を撮ることがすごく好きになれたカメラです。はい、まあ、ゆくゆくちょっと詳しい説明はしていこうと思うんですけれども、こちらのライカ Q2 というものを使ってメインこの動画を出しているような写真は全て撮っています。そして今この動画を撮っているカメラはソニーさんの α7-3 という機材で撮っています。映像に関しては主にこの α7-3 と α6600 という機材を使って2カメ体制だったり1カメ体制で撮るようにしているんですけれども、まあ、やっぱりカメラっていろいろね、どんどん新しいのが出るので、僕も新しいのがちょっと欲しくなってきてるところなので、また購入したらレビューとかを出せればいいかなと思います。機材に使ってるマイクとかレンズっていうのもいくつかあるんですけど、それは別の動画で使用機材一覧ということで詳しく説明できればな、ご紹介できればなと思っておりますので、またそちらを見ていただければと思います。そんなコーナーで、まあ、主に3つの、授業を柱にして活動している私村田雄平の簡単な自己紹介でした。これから定期的にいろんな動画を出していければと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。Twitter、Instagram も頑張ってやってますので、もしよかったらフォローいただけると嬉しいです。そしてこのチャンネルもいいね、チャンネル登録、気が向いたらしてくれたら非常に励みになりますので、ではこれからもよろしくお願いします。